いただきまーす。ここの空はなかったんだよね、きっと。いやー、すっげー。何ここ？登山口です。いらっしゃいませ。天山食堂店長のまゆこです。従業員のナッツーです。今日の登山口はこちら、グランドロックキャッスル。なんとね、ワンチャンファーストのキャンプ施設、今日私たちが行くのは関ヶ寺。ここから登るとワンちゃんと登れるトレイルがあるそうです。おお、だからほらワンちゃんが、ああ、ちょっと新しいよね。新しい、ね、新しい、はい。ひとまずグランドロックキャッスル店から行きましょう。行きましょう。かわいいな、みんな来るね。今日のメニューね、テイクアウトを購入してみました、はい、ちょっと楽しみだね。何が出てくるかお楽しみ。お楽しみ。いいよね、ここがサンドサイト。いやー、すげー。あ、ほら、店員さんがいらっしゃいます。店員さん、はい。あ、こんにちは、おはようございます。よろしくお願いします。グランドロックキャッスルのカフェレストラン。ありがとうございます。めっちゃ素敵、ね、素敵。ありがとうございます。わー、増えてる。いやー、かわいいね。こんにちは。こんにちは、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 こんにちは。あ、こんにちは、みんな見に来てくれる。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。はい、行ってきます。いらっしゃーい。行ってきます。こんな入山口。あの、普通は有料なんですけど、僕らは人間だけなので。じゃあいざ。はい、行きましょう。お邪魔します。わっ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 。従業員の通をリードなしで話していいそうです。あ、なるほど、うんうん、僕らはこっちのゴーゴ ー, ゴ ー, ゴー歩きやすかったね。うん、手軽やから。そうだね、いいね。何気に山深い。よいしょ。なんか石垣っぽい。いいじゃない。わあ、すごい、すごい。これあれか、あれじゃない、ぽいよね。そうだね。あ、ほん、あれ、これこれこれか。ここにテープがある。これや、これ。あ、階段ある。え、ここが階段。これこれ見つけられへんわ。おお、あ、こっち側に方面にあるね、うん、石戸山。え、うわぁ、すげえな。さっき見てたとこやな。ありがとうございます。天山食堂をよろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。いいな。いいな。ほんまやね。わー、すごいね。うわー、すげえ、すげえ。いやー、あいつが頑張ってたんか。うわー、うわー、これはすげえな。置いてったよね。ああ、そうだね、うん。もうだってもう無理やもんな。上からずーっと来て、最後ここで終わったよね。わかるんだよね。うわ、うわー、うわー。あ、あ、ほら、こっちが、やっぱり山繋がってたんじゃない？同じような。ああ、そうだね。うん。こう、こう。そうだね。ここの空はなかったんだよね、きっと。うん、なかったね。ここ掘ったとこやな。いやー、すっげえ。すごい。この3台で頑張ってたってことが。そうだな。ああ、お疲れ言うてみんな言ったやろな。いや、そうやな、お前ずっとありがとうって、うん、そうやな、ずっとだってこいつと一緒に掘ってたわけだもんね。なんか
自分が一緒にさ掘ってたら最後置いていくとき、うん、何とも言えんよねきっと。何とも言えん。これはすごい。時々見に来はんのかな。見に来てはったんかな。あ、でもそういうのありそうやな。ありそう。うんうんうん、ほんまやな。そうやな、時々見に来るな自分やったら、うん、いやだってさ、もう多分昭和30年とか40年代ぐらいちゃうかなっていう風に、うん、トラックの感じから見たら思うけど。あ、本当。うん、おうおうおう。でももうお孫さんがね、いやうちのじいさんがこれ乗ってたんやぐらいなさ。あ、そういう話やん。あれか、はいはい、うんうんうん、だってこうやって気軽に歩いて来れんねんから。ああ、そうか、うん、そうかそうか、そんな、ね、これなーって、うちのじいさんが乗っとったんやで、言って、息子に。そうやな、これやで、うん、いやそうやな、うん、そういう風に見てもらってるんやったらいいけどな。なんかそういう風に見てもらっててほしいな。そうやな、もうだってあれやろ、これ飛行石に反応して動き出すわけやろ。完全にそうやね。フィーって。そうやんな。完全にその絵やんな、これ。うん、あ、そのために削ってたのかってやつ。うん、ね、すごい、これはなかなかのエンタメやわ。物語を感じるね。うん、金谷幸三と気力が。大正時代。大正時代から昭和50年まで、50年、ほら、だいたい合ってる。じゃあおじいちゃんがやってたんやって、うん、あ、輸入におされ廃山なんだ。じゃあまだ取れたってことなんだね。うん、ありがとうございました。いや、めっちゃきつい。これはすごいね。これでもあれやんな、鉱山の上通っていくってことやんな。見た山だね。うん、そうやね。この先はこの下がもうすぐに。そうだね。うん、おいおいおい。この雰囲気と道が合ってない。合ってないよな。暗いなっとんね。暗いなっとんね、ここは。暗い町か。滑りそうやし。うん、めっちゃ滑りそう。光線が狭いよ ね、 ね。ずっとでも。いや。こんなに立派やのに人がおれへんところってないで。こんな美しいのにね。なあ、よかったね今回、うん、よかった、めっちゃよかった。いや、すごくよかった、うん、はい、今日の店舗でございます。おお、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はね、登山口の GRC さんのカフェで、うん、登山口って言っていいのか微妙なところ。あ、そうだね。今日私たちがスタートした。でも、まあ、まさかここに着くとは思えんか。思えんかったね。席感じ、うん、で食べようと思います。 GRC さん金製トルティーヤと豚まん、はい、セットです。うまそう。いただきます。めっちゃお腹空いた。はい、すごいおしゃれな味するな。美味しいね、鶏美味しいね。あ、そう。皮が私の知ってるトルティーヤじゃない。あ、そう。なんだろう、この味美味しい。あ、めっちゃ外国の味するね。うまい。あ、これ外国の味か、うん、チーズの味かな、この香りが強いの。うん、チーズ入ってんね。あ、うまい。ねえ。うまい。豚まん源。はい。これね、スタッフの方が美味しいよって教えてくれたんだよね。うん、そうだね。可愛らしいな。ねえ。うん、割ってみようか。うん。よー。わあ、美味しいな。冷めてるけどいけますか。あ、全然。あ、そう。うん。なんかさ、うん、初めましてないと私って語彙力ない。食べたことない味ってなる。食べたことないいいとこの味ってなる。うわ、肉肉しいですな。あ、そういうの言えばよかったよな。
でもこの大きさで満足度あるよね。ある、うん、肉肉しいからね、うん、たくさん今までセイさん行ってきた中で、うん、ランキング上位に入る面白さだったね。めっちゃおもろかったね。え、でも山の上で料理作ろうかっていう感じの流れではなかったね。違うね、そんな余裕がないわ、うん、ない。安全になるべく早く下山しないとって感じの山やね。うん、うん、ちょうどよかったね、うん、よいしょ。すごいもん立っとんだ。龍の鐘があるよ。おお。あ、戻ってきたのか。戻ってきたな。少し行ってる。だってここから行ったじゃん。しんど。しんど。これが来た時の足跡で、今ナッツーさんが歩いた跡がこれか。誰も来てない。気遣いしたここまで行って、うん、違う尾根を下ってもう一回上がってきたよね。そうやな、うん、あともうちょい。うん、ちょっと緊張した、うん、あ、これだ。あ、買ってきた。よかった、本当。いやゴリゴリの登山やったな。過去一ぐらいやったね。もうすごい面白かったし、うん、感動したし、うん、そう今回のルートはね。そうやね、ちょっとあんまおすすめできへんけど、まあそれなりに低山を何回も登って、うんうん、経験ある人じゃないとね。そうだね、あかんね。これは採掘場見に行く人はヘルメットもいるだろうし。あ、そうね。で補給食もいるだろうね、万が一の時。あ、いるいる。うんうんうん、いやでも面白かった、うん。いや、今年の始まり刺激的。あ、見えた。え、あ、あれ駐車場か。駐車場が見えた。突然の人工物。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。それではまた次回。チャンネル登録と高評価ボタン、はい、コメントなんかをいただけますと、動画制作の大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。わー、お疲れ様でした。空いてるかな。あ、もう終わった。おかえりなさい。あ、どうも、どうも。こんにちは。戻ってきました。いかがでしたか、山登り。いや結構大変、めちゃくちゃ大変。あ、ですか。大都会ですね。どこやねん、ここって。おかしいよな。ん、どこの姉ちゃんが働いてるペット同伴キャンプ場に見学に来ただけやのに。そうやね。なんでこんなことになったんやね。なんかお寺あんねんみたいな。あ、行きます行きます言って、カフェで買って行こうかってな。全然テンションちゃうやん。この道やどんな店員どんな店員。これ分かる人、関西の人はどんな店員どんな店員。分からん方はインターネットでどんな店員って調べてください。どんな店員だけど、それ出てるかな。出てくる。あ、ダイアンです。どんな店員どんな店員。なんだそれさ、どんだけと混じってるやん。あ、混じってるな。もう一回やって。どんな店員。あ、そうか、どんな店員。こうじゃないな、こうじゃない。こうやそれどんだけ。何の話。もう行くぜ。行こう。